白ラ武タケシ、シラニ・タから1941年4月20日は日本の内務官僚、実業家、幹線栃木県知事、日本優先社長、八幡製鉄所長官、柳川藩主立花井栄重、白シラニ・の長男として生まれる、1883年家督を相続、柳川中学、教立学校、大学予備門を経て、1890年7月、 帝国大学法科大学政治学科を卒業。同年7月、内務省に入り内務司法として、会計局に配属された。1890年11月、県知局勤務となる。以後、内務省参事官、北海道庁参事官、内務部軍地課長、道部地理課長、文部書記官、津月都務書記官、内務事務,官,務官、内務書記官、大臣官房北海道課長、 内務省神社局長兼総務局北海道課長などを歴任。1904年1月、栃木県知事に就任。足尾鉱毒事件への対応のため、渡らせ遊水地の建設を推進した。1906年8月、文部省普通学務局長に転じた。以後、関東都督府民政長官、内閣拓職局長官を歴任。1918年2月、 製鉄所長官に就任し、1924年11月に退官した。その後、日本優先社長に就任し、1929年5月まで在任した。ありがとうございます。